どうもー、どうも、エセマンです。お願いします。ありがとうございますね。今、若林さんに、好きーと言っていただきましたけどもね。ありがとうございます。いやー、こんなん何番でもいいですからね。一番いいですからね。ありがたいですね。言うとりますけどもね。いきなりですけどね。はいはいはい。うちのおかんがね、好きなアイドルがおるらしいねんけど。あー、そうなんや。その名前をちょっと忘れてもうたらしくてね。アイドルの名前忘れてもうて、どうなってんねんそれ。せーのー。でもおかんの好きなアイドルなんかね、うん、郷ひろみか西城秀樹ぐらいでしょ、そんなもん。それがちゃうらしいねんな。違うの。うん。え？でルール聞くんやけどな。うん。全然わからへんねんな。ほな俺がね、おかんが好きなアイドル、うん、ちょっと一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言ってたかーってのを教えてみてよ。日向坂のメンバーで、うんうんうん、デビューシングルでもセンターを務めてメンバーやって言うねんな。あー、小坂直やないか。その特徴はもう完全に小坂やかな。小坂だな。すぐ分かったやん、こんなもん。でも分からへんのよな。何が分からへんのよ。俺も小坂やと思ってんけどな。え、そうやろ？おかんが言うには、うん、一番好きな表題曲はテカやって言うねんな。あー、ほな小魚と違うか。唯一小魚が参加してない楽曲やもんね。小魚おらんのは辛いけど、うん、ナオミクファン的にはお寿司の初センターはめちゃくちゃ嬉しかったやから。そうね、うん、ただ小魚がおるテカも見てみたかったのよ。そうね、そうね、ほな小魚ちゃうかな、うん、もうちょっと詳しく教えてくれる？とにかくひいきされてるらしい、うん、小魚やないか。ひらがな推し時代から一貫して若林のお気に入りメンバーやねんから。そうね、なかつてひいきメンバーとされてたおたけとも比較にならんぐらい扱いがちゃうやから。そうね、うん、MC があんな露骨に特定のメンバーをひいきするアイドル番組見たことないやから。そうね、そうね、小魚やそんな。俺も分からへんねんて。何が分からへんのこれで。俺も小魚やと思ってんけどな。そうだろ。おかんが言うには、うん、常にハッピーオーラ全開らしい、ね、ほな小魚ちゃやないか。なんかちょっと違うのよ。そうね、ハッピーオーラがないわけではないけどちょっとずれてんのよ。そうね、うん、ハッピーオーラの象徴ミーパンとかニブちゃんとはまたタイプが別やねんから。そうね、そうね、ほな小魚ちゃうかな、うん、これもうちょっとなんか言うてなかった。喋らんでもその場に追ってくれたらそれでええらしい、ね、小魚やないか。その場に追って笑ってるだけで小魚推し大喜びなのよ。そうね、なバラエティで頑張るメンバーが多い日向坂において、うん、小魚は絶対的エースかつグループの顔でありながらバラエティでの頑張りは免除されとんやから。そうね、うん、何もせんでも一瞬カメラに映るだけでスタジオを華やかにできるんやから。そうね、そうね、小魚やそんな。分からへんねんだから。なんで分からへんのこれで。俺も小魚や思てんけどな。そうやろ。おかんが言うには、うん、グループの中でもバラエティが得意な方らしい、ね、ほな小魚ちゃやないか。100ゼロでバラエティゼロ、ビジュアル100のビジュアル担当なんだよ。そうね、だバラエティでの活躍の少なさを補ってあまりあるビジュアルやねんから。そうね、うん、小魚がスージーとかキャプテンみたいにバラエティ頑張り出したら小魚が小魚でなくなるもんね。そうね、そうね、小魚ちゃうかな、うん、この盲腸なんか言ってなかったか。とにかく恐竜が好きらしい、ね、小魚やないか。小魚は世界中の恐竜好き女子の中で一番可愛いんやから。そうね、小魚推しはジュラシックパーク、ジュラシックワールド必修科目やねんから。そうね、うん、ほんでこのネタが分かった人はだいぶコアな小魚推しですよ。そうね、そうね、小魚よ絶対。分からへんねん。なんで分からへんのこれで。俺も小魚やと思ってんけどな。そうやって。おかんが言うには、うん、時間経つにつれて徐々に人気出てきたらしい。ほな小魚ちゃやないか。小魚は初期から圧倒的エースなのよ。そうね、そんなお寿司みたいなパターンちゃうやから。そうね、うん、加入した瞬間から圧倒的ビジュアルでネットニュースなりまくってたやから。そうね、そうね、ほな小魚ちゃうかな、うん、ここなんか言うてなかった。自動車保険は絶対ソニー損保や。小魚やないか。CM 出てるからやんか。そうね、小魚推しはひなあいの途中に流れるあの CM は飛ばさんと見るんやから。そうね、うん、ほんでちなみに小魚はそもそも免許持ってへんのよ。そうね、そうね、ただ俺は免許取得を即刻仕事につなげた我らが富田鈴香はソニー損保の自動車保険に入ってくれてると睨んでんのよ。小魚に決まり。でも分からへんねん。分からへんことない。お前のおかんの好きなアイドルは小魚です。でもおかんが言うには、うん、常に関西人丸出しらしい、ね、ほな小魚ちゃやないか。見た目も性格も一般的な関西人のイメージの真逆なのよ。そうね、だいたいあんな可愛い子は大阪にはおらへんのやから。そうね、うん、大阪の女の子は可愛さよりおもろさに比重を置いとんやから。そうね、そうね、うん、ほんでたまに出る小魚の関西弁は殺人級の可愛さを誇れんやから。そうね、うん、小魚ちゃやないか。さっき言えよ、うん、俺が小魚のビジュアルを褒めまくってる時どう思ってたよお前。申し訳ないやから。ほんまに分かれんかなこれ。どうなってんねんもう。でおとんげにはな、おとん峰岸みなめちゃうか。いや峰岸ビジュアル担当ちゃうやろ。萌えはありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 Twitter はじめ各種 SNS のリンク、おすすめ動画のリンクを概要欄に掲載しております。そちらもぜひご覧ください。コンビ、テーマとネタのリクエストもお待ちしております。
それではまた次回お会いいたしましょう。